皆様おはようございます。さくらブックマックスのひろみです。今回は東京インターナショナルペンション2023購入品紹介後編です。インク沼上沼の皆様、どうぞ最後までお楽しみください。こちらこちら、浮き出る。こっちはハンコとインクを楽しめる商品ということで、ハンコをこの専用スタンプパッドを使ってハンコを押して、上から筆でインクを塗るとハンコを押したところが浮き出るという商品なんですけど、まあ、こっちの方がシャチハタさんらしいですよね、ハンコ関係だから。いやー、これもね面白かったです。本当にこの紙を使ってくださいということですかね。あとね、このねハンコもプレゼントしてくれました。なんか同じの持ってる気がしないでもないんですけど塗りたくりへポストカードを1枚用意し、これですね、書かない書かない塗りたくるだけということで、これはすでにインクを塗ると上から弾く印刷がこの額縁みたいな感じでされていて、この枠の中にこのスタンプを押してあげると浮き出てくるよっていうポストカードみたいです。これでじゃあ遊んでいきましょう。このスタンプパッドでは作っていきましょう。これはね、スタンプを洗う専用クリーナー、この補充インキをキャップをしたままよく振ってたらーっと、ね、大体大丈夫でしょう。それでは早速遊んでいきましょう。はい、できました。真っ白で何をしたかわからない状態ですが、ここから浮き出していきたいと思います。これはね、絵筆や筆タイプのペン先で塗るのがおすすめですということなので、空っぽペンの毛筆タイプインクは月記を使っていきたいと思います。何が浮き出てくるでしょう。あ、全然映ってないこれくらいにした方がいいですかね。はい、あれ、リスさんがリスさんが出てくるところが沈んでいる。ちょっとこれは救出しないといけない、救出しないといけない。救出は綿棒で救出してくださいということだったので、あ、出てきた出てきた、リスさん出てきました。いい感じですよ、いい感じですよ、うん、いい感じいい感じ。はい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 、リスさんの救出で、福分けさんの数字がちょっと絵画のようにねしてみたんですけど、これは楽しい。そして最後、はいはい、出てきました。ありがとうメジェドメジェド左に寄っちゃった神様だからね、枠に収まらない、それがメジェド。いいんじゃないですか。いやー、これはすごい楽しい好きなインクでこれできるのは、なんかしかもなんか立体的に見えますねなんで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 、すごい、これは面白い。でもこれね、多分インクによると思うんですけど、シャチハタさんの体験コーナーでもう押してあるスタンプにこのインクで塗らせてもらった時にはもっとね弾いてるんですよ。これはあの綿棒しないでパーって弾いていったので、インクによってもっと弾きやすいインクもあるのかもしれないです。鉄線はね、あの上に乗った時にちょっと弾きにくかったので、このね最初に印刷してるものはすごい真っ白になってますけど、スタンプをしたところはちょっとねそんなに弾かない感じだったので、インクによるのかな。でも十分楽しいですよねこれ
これはすごいな。ちょっとシャチハタさんのさっきの字かけるといい、この浮き出るといい、すごいですね。ありがとうシャチハタさんですよこれ本当に。いやー、でこちらは発売が未定だそうですあのこれ体験させてもらった後にスタッフさんからこれ発売が未定なんですっていうお知らせをあの受けていって、あのみんな一人ずつ驚いていくっていう体験コーナーだったんですけど、これがね未定らしいんですよ発売が。なのでアンケートに答えてくださいってあの言われました。なのでこれアンケートで販売してくださいって送っときますね。いやーこれはめっちゃ楽しかったです。すごいですよねこれは。販売してほしいということで、来月の文具女子博から発売ということなので、12月14日から発売のマスキングテープ用下地ペン字かけると、こちら発売未定の浮き出る2つの商品の紹介でした。いやーこれはどっちもすごいですね。楽しかったです。それでは次の購入品も見ていきましょう。それではここからは紙コーナーに入ります。まず一つ目はこちら、渡辺製本さんのセブンシーズ文庫と横本スケッチノート購入してきました。ちなみにこのねセブンシーズ文庫の方は夫の分と一冊ずつなんですけど、 X でこれは欲しいとリポストしてたノートですね。チャラーン、マーブル黒マーブルになりました。いやーこれはねすごい、2冊ねこれ続きでなってるんですよ。すごいですね。にじみ裏抜けの少ない巴入り刃、真っ平らに開く丈夫な糸かがり閉じ製本。そうそう、このノートね方眼の7ミリなんですよね。イベント限定でこのねマーブル販売されてるんですけど、さっきのねもう一冊とかこうノートを束ねた状態でこうマーブルをつけてるので、この角のところがねゆっくりこう曲げていくっていうのがね難しいそうです。いやーすごいですね黒ってまたねかっこいいですよね、渋くて。あと結構これ表紙が厚いので、ここの分のマーブルよく見えますね。これマーブリングの染料で紙同士がくっついている場合があるので、優しく剥がしてお使いくださいということで、吸い取り紙もついてますね。うーん、あ、薄い、なんか久々の巴入り刃久々に巴入り刃を触ります。なんか7ミリ方眼もちょうど程よい可愛さがありますね。ちょっと文字書いてみましょうかね。うん、速攻でマス目無視なんですけどすいません。これって三前さんのなのかな、このニュートモエリバー、一緒っぽい裏だなこれ多分。でもなんかこんなに書きやすかったっけ。なんか新しいトモエリバーになってからそんなにもうなんかトモエリバーに気持ちが向かなくなってたんですけど、いいなこれなんかいつまででも書いててもいいですね。私の一番大好きなあのね7号機のトモエリバーとは違いますけど、なんか十分いいですよね。本当7号機じゃなくなってから急にもうなんか関心がなくなっちゃってたんですけど、あーいいな裏抜けはもちろんしないです。そういうところはね変わらずなんですよ。これはいいですねなんかすっごい今更なんですけど、ニュートモエリバーもいいじゃんって思いました。うん、このね私が初めての紙買いで好きになってしまった7号機の
文具用のトモエリバ、これとはねニュートモエリバも違う紙質ですけど、なんかニュートモエリバが出た時はちょっとねがっかりして、もう別物だなっていう感じで、なんかそれ以来トモエリバを触ってなかったんですけど、久々にこのノートがきっかけで今触ってみたら、そんなに言うほどみたいなちょっとあの違うのは違うけど、あの7号機の紙が好きで好きで好きでずっと使ってる最中の書き比べだったので、まあものすごい大きく感じたと思うんですけど、今ね久々に触ってみるとそんなにそんなにすごく嘆くほどじゃないかな。なんかこのノートすごくいいって思ったので、ともえればいいですね今更なんですけど、はい、ということで、うん、ちょっと久々にともえリバーを触る機会にもなってよかったです。このマーブル使ってきます。やっぱ紙ってね日々触ってないとですね、いろんな紙、うん、ちょっと頭の中のイメージ更新していこう。それではもう一冊の方も見ていきましょう。はい、こちら横本スケッチノートですね。これはねスケッチブックのような感じです。ゴムバンドがついていて、こんな感じで横にこう開いたり折り返してね縦に使うこともできるということで、結構ね厚めの紙なのでスケッチブックに最適なノートなんですけど、万年筆でも書けるということなので、多分私は万年筆で何か書いていくと思いますもうほとんどただ限定でこの角丸がね可愛かったっていうのでお迎えしてきたんですけど、紙はね B7 バルキーっていうことで、 B7 バルキーもうちにあるので書き心地は分かってるんですが、まあ、ちょっと書いておきますかね。うん、いいですねこの書き心地ね好きです。ほんのりマットな優しい感じうん、結構細字の方が好きかな。裏抜けはバッチリしてません。結構厚いのでね、これも書き心地いいですね。こっちの方が好きかな、トモエリバより。これでも本当紙が厚いから裏側が透けないし発色も楽しめますよね。これもまあ可愛いという理由で使っていきたいと思います。ということでノート会以来の渡辺製本さんでした。それでは次の紙に進みましょう。それでは続いての紙はこちら、スライドノートさんからスライドノート用のリフィルを購入してきました。カレンダー罫線の A4 サイズと私と夫の分ですね。そして7番の紙、10番の紙、そして一筆線の陸奥紙というシリーズを3種類購入してきました。一つずつ紹介していきます。ちょっとまずはカレンダーからざっと見ていきます。これねさっき声を出して驚いてしまったんですけど、金菱って書いてて、これでもう製造終了になった紙なんですよね。これ次の山本茂雄さんのコーナーで話すんですけど、私ね金菱が廃盤になるっていうのを教えてもらって、間違えてね金閣伝っていう紙を買ってきてるんですけど今回でそれを帰ってきてから気づいて、金菱って紙だったんだって思ってたんですね。そしたら今撮る前にふと裏返したら金菱って書いてて、これじゃんみたいなちょっとね衝撃が走ってます。はい、これ初めてスライドノートさんのカレンダー罫線買ってみたんですけど、これね永遠に動画を作れてないカレンダー手帳会議もう今年やらないで終わるんじゃないかっていうね、カレンダー手帳会議なんですけど私のそこでも紹介しようと思って購入してきたんですが、まあ、これはねスライドノート、まあ、専用なので専用で使おうと思ってるんですけど、動画のね編集ノートにスライドノート主に使ってるので、ちょっとそれでね使ってみようと思って購入してみました。12月から使えて
て、お、これいいじゃん。これいいな。これ一番最初に挟んどきたいですね。たっぷり来年の3月まであります。あ、これいいですね。これにこうして私の動画の編集用スライドノートこれに挟んで、ただこれ使用用途上左右逆にしてるけど、まあいいか。こうやって、あ、分けた方がいいかな。あとこれはね、ログ的にも使いたくて、何月から何月分まではここっていう感じでここにインデックス貼って使うのもいいですよね。うん、ちょっと使い方はこれから楽しみたいと思います。いい感じです。これが金菱っていう紙なんですよね。まあ、ちょっとスライドノートさんの方でもいつね仕様変更になるかわからないけど、あ、いいですね。普通に書きやすい。にじみもないし裏抜けもないし、まあスライドノートの場合ね、裏抜けはそんなに関係ないけど、一応、あ、大丈夫ですね。たまににじむエーデルシュタインでもにじまないし、あとは夕食系書いとこっかな。三菱さんの紙だけど高砂4号機じゃないのかな。あの夕食インクが緑になる問題はないですね。にじまないし書きやすいし、うん、普通に書きやすいです。なんかね、しっかりした感じのいい感じ。うん、よく見ると濃淡も出てるし、うん、普通にあの万年筆インク選ばないで使えるかもしれない。オレンジ系はもしかしたらにじんじゃうかもしれないけど、いけるかな。あ、これも大丈夫ですね。オレンジも大丈夫。あ、よかったよかった。何かとこういうカレンダーでもあの万年筆インク使いたがるので私なので気兼ねなく使えますね。バッチリです。編集用のノートでカレンダーとして使っていこう。そしたらこれとこれですね。今回ねちょっとね気になってて、ちょっと先に中身開封してみていいですか。これは多くの用途に対応する標準的な用紙ということなんですけど、ちょっとね中身が気になってるんですよ。 A4 30枚無地なんですけど、プラス2枚罫線方眼各1枚付きなんですよ。書き心地が書いてるんですけど、これのね中身が気になる。あー、こんな感じなんだ。なるほどねー。あー、はいはいはい、そっか、こんな感じなんですね。へー、そうなんだ。あー、これはいいかもしれない。で、裏表か。これちょっと白飛びしちゃってましたね、すいません。これ罫線付きって書いてる通りなんですけど、罫線がねついてるんですよ。こんな感じで、あの普通のノートっていう感じの罫線。こっちがこんな感じ。なるほど。いや、あのスライドノートさんのページって、あのオンラインショップって好きな紙を選んで好きなフォーマットを選んで、あの罫線どれがいいとか、サッカーのコートとか、あのいろんな罫線があるんですけど、それで注文する、あと A4 がいいか A5 がいいかとか選んで注文するっていうサイトなんですけど、まあもうかれこれ1年以上ですかね、それを知ってから、あの特にあの利用したことがなかったんですけど、なるほどね。この罫線は確かに家だと印刷できないことが分かりました。そういうシステムらしいです。なるほどなるほど。なのでこのセットは白で30枚入ってるんだけど、お試しにどうですかみたいな感じのが入っておりました。これはいいかもしれない。あの今回ですね、これが今7番の紙ですよね。7番の紙とこの10番の紙購入してきたんですけど、あ、ちょっと待って、ちなみに 10番の紙も先に見てみていいですか。ちょっとね気になる、罫線具合が気になる
ちなみに罫線は有料なので無料の紙質のものもあるけど、だいたい確か有料なので無地でも購入はできるようにオンラインショップでもなってるんですけど、こっちはケント紙ですね。うん、綺麗綺麗。なるほど。若干もう少し他の紙の罫線も見たくなってきちゃった半透明の用紙とかあるんですよ。今回ね、ブースで紙の書き比べがあってめっちゃもらってきちゃったんですけど持ってきますかって言ってくださったので、あっじゃあっつってじゃあって言葉に甘えてしまって、お試し書きさせてもらったものを全部もらってきてしまったんですけど、サンプル。これをひたすらね、夫と書き比べリレーをしながら万年筆でブースでね、ドワーって書いて、でも私がこれ気に入って7番と10番選んで買ってきたんですけど、やっぱ書いてみるのが一番早いですよね。うん、それはすごく思って、薄くても丈夫な半透明の紙、これにも罫線引いてくれるのかなちょっとサイト見てきていいですか。ありますね。気になる気になるな。罫線お願いするのはちょっと面白いかもしれないですね。これは9番気になるな。あとドット罫線とか、本当なんか罫線の種類はいろいろあるので、これはおすすめ。とりあえずね、私の直感でブースで試し書きをさせてもらって7と10がいいっていうことで、編集用のリフィルにね、我が家にあるいろんな紙と一緒に合わせて気分で使っていこうと思って7と10ちょっと選んでみたんですけど、意外とこの罫線がすごくいいんじゃないっていう発見でしたね。あとこの A4 の紙単体では売ってなかったんですけど、卵の殻から作られた用紙、それもね書き心地が楽しかったんですよね。ちょっと思い出しがてらそれだけなんかね程よい書き心地。これの A4 の紙もあったら欲しいっていう紙選びでした。やっぱ紙はね書くのが早いですね。ちょっと書いとこう。これもいいんだよね。なんか何気にいろいろ先入観もあったりするから、何も知らずに書いてみるっていうのもね今回いいなって思いました。なんか300-400円で A5 と A4 サイズそれぞれお試し書きセットが売ってるので、そのお試し書きセットを買ってみてもいいし、イベントに行ける方は万年筆とかね、自分のいつも使ってる筆記具で試させてもらうとこれはねいいと思います。結構ねいいなって思う紙あるんですよね。だからこれはなんかボールペン推奨だからなみたいな感じで見ちゃうと、その先入観が入っちゃうじゃないですか。だから普段使ってる万年筆とか、まあボールペン使ってる方はねボールペン持ってって試してみるといいんじゃないかなと。いろいろ書いてみるのおすすめです。11枚、これはこれで楽しいなっていう紙があったので、文具女子博でもやるのかな、わからないけど、好きな紙を見つけて無地で書くのもよし、印刷してもらうのもよし、スライドノート楽しんでいきましょう。それではこちらの六つ紙の方も見ていきましょう。これはね一筆線で4種類春夏秋冬で分かれてて、ここにね春もあって夏秋冬で悩んでって選びきれないまま、はい、全てお迎えになりました。いやこれね色沼だからね悩みますよね、この辺の絶妙な色でね。使用用途としては全然一筆線で使う気はそんなになくて、紙遊びで買ってきました。ちなみに中の紙はこの6種類、一番上の表紙が里紙という紙で、中に入ってる紙は四国天霊、モフル、小里、マンダラ、オパール、オーケーフルスという紙が使われてるそうです。これもね見本があって中触らせてもらって買ってきたんですけど、こんな感じで一つ一つ何枚ずつですかね、6枚ずつかな、なんかいいですよねこれはね一筆線じゃなくて、もう普段のもう一日のやることとか、もうそれくらいのメモ感覚で普通に使っていきたいと思います。これにねまた森りんごさんもフィットすると思うんですよ。紙はね日常的に使っていかないとなくならないお家にたくさん可愛い紙がね、可愛い紙というか書き心地を楽しめる
紙とかねたくさんあるので、こういう紙はねもったいなくて使わないと、ずっと使わなくてそれもまたもったいないじゃないですか。なので私はハンコを押して、また今日も一日頑張ろう系ですね今週も頑張ろうとか、編集頑張ろうとか編集これ終わるかなっていうね感じなんですけど、なんかこういう和紙いいですね、和みます。全部が和紙っていう感じではなさそうですけど、 OK フールスも入ってるし、あと下敷きも入ってますね。罫線の太さ違いの、うん、かわいいなやっぱりやっぱり色がかわいい。うん、なんかこのね2枚目の紙のこのモフルっていう紙の後ろのなんか縦シワシワみたいな縦じわ、これもいいですね。この3枚目の和紙も可愛いし、これも触らせてもらった紙ですね。表がツルツルで後ろがザラザラで、なんかこういう紙 DIY にもね、なんかデコったりとかするのにもいいですよね。うん、これは可愛い一応万年筆でにじまないか一冊見ときましょうか。まあブルーブラックでとりあえずにじまなければいいかな。全然にじまないですね。裏抜けもなし。あ乾くのは瞬殺では乾かないので皆さん注意しましょう。インクが手につきます。まあまあまあっていう感じですよね。あーなんかこういうザラザラしてるのも好き。この髪やっぱり好きだな。モフルですね。裏抜けはしてないですね。あーこれもザラザラしてる。さっきよりかは細かいけど、これね髪としての味がいいですよね。裏抜け大丈夫。あちょっとにじみますね。これはマンダラかな。裏抜けはしないですね。マンダラの紙はボールペンで書くのがおすすめです。これはバッチリですね。なんか色合いもブルーブラックにちょうどいい。 OK フールスはね大丈夫なことが分かってるので、うん、バッチリです。今回の編集めっちゃ長丁場になりそうなので、これでちょっとまた森りんごさんをして編集頑張るぞ系の紙をね作ってパソコンにも貼っとくそんな感じですね。日常使いしていきましょう。どんどん、だって一筆線ってさそこまで使う機会もないですからね。そんな毎日毎日は使わないから。でも紙好きさんはこういう紙があるとちょっとときめいてしまうじゃないですかあら素敵な色みたいな。だからちょっとこれはね日常使いで使っていきましょう。ということで、スライドノート&各スーベニアさん、スライドノート用のリフィル、カレンダーリフィルと無地のリフィル2種類と六つ紙3種類でした。これ実はね秋の文具祭り第2弾でもスライドノートさんの新しいリフィルこの罫線が私には必要なんじゃないですかっていうリフィルを購入してて、まだ開封してないんですけど、第2弾の方ではスライドノートと組み合わせて使うとかなり最強な文具を紹介していくので、ちょっとねそっちの方も楽しみにしててください。それでは次で最後の紙のコーナーです。最後は何を買ったのか見ていきましょう。それでは最後の紙コーナーはこちら、山本茂雄さんのライティングパッド A5 コスモエアライトと金閣伝特白。これはね夫の分と母にお土産ですなのでもう私はねノートたくさんあるので、ライティングパッドも一つあるし、なのでこれはね私物ではないんですけど、これですよ。これ金閣伝特白。さっきスライドノートさんのところで話しちゃったんですけど、完全に金菱と間違えて買ってきました金しか本当に目に入ってなかったんですけど、これもね長い歴史に幕を落とされって書いてあったので、あこれ廃盤になった紙ですよねって言って話したら、なんかうまいこと話があっちゃったんですよ社長さんと。それでそうって言って、でも なんか違う気もするなみたいな感じだったんですけど、帰ってきてねあ全然違うってなって、一応確認を取りましたそれでそしたらねこの紙はもともと社長さんが写経用紙にこの前の紙ですね、神津金閣伝って言ってたかな、
その紙を写経用紙として普段使っててすごく好きな紙で、でその後坂本氏工業さんとお仕事するようになって、結構な長かったらしいんですけど、最後ご高齢になられて、もう機械の老朽化もすごく進んでて、機械を修理するかどうするかっていうところでも工場を畳まれるということで決断された時に、社長さんがお話を受けて、それでその時にお店を畳まれる時に、工場にあった全部のもう残りの紙全て引き取りますということで買い取ってきたということで、これはその時の紙らしいです。なのでまたこれもなくなったら製造はされないんですけど、これもね後継の紙を製造したくて、高知県いの町の他にも和紙の工場がたくさんある地域ということで、その当時もね試されてたそうなんですけど、なかなかまだ後継の紙作りには至ってないっていう話だったんですが、万年筆で書いてもいいですよって言ってたので、ちょっとどんな和紙なのかちょっと試してみたいと思います。で、あと今後継の紙と言って思い出したんですけど、このライティングパッド英語バンクペーパー高砂プレミアムなんですけど、紙替えの時にこの紙じゃなくて1月にこの高砂プレミアムをリニューアルさせて、その紙でノートを作るっていう話だったんですけど、社長さんからまたお知らせでですね、この紙のままノート化が決定したそうなので、ちょっとまた引き続きそのノートの話はね待ちましょう。はい、ということで今回はこの金閣伝特白試してみたいと思います。なんかすごいザラザラしてる。へえ、いや超和紙って超和紙って表現おかしいですけど、ちょっと光を暗くしますね。こんな感じです。表はまあまあ描きやすそうな和紙な感じで、後ろはもうすごいザラッとしてる感じですね。なんかすごい柔らかくてずっと触っていたいなんかそんな和紙ですね。ちょっとザラッとするから太い2分の方がいいかもって言ってたんですけど、でもいつも通りこれで描いてみますね。なるほど、確かにちょっと目が粗くてザラッとする感じはあります。あ、でもこれね、そういえば筆で描くのがもともとはすごくいいそうなんですけどね。あー、そうね、これくらいが描きやすい。うん、あー、これすごく好き、これすごく好きですね。やっぱりちょっと太めの方がハマりますね。なんかもう柔らかい紙といったらね、アウロラアウロラが気になる。ハマりますね。でもペリカンの方がいいかな。ソリストと金閣伝だったらやっぱりアウロラにはソリストの方が私は好きですね。なんかこの優しい感じいいですね。国産 B ぐらいでいいかもしれない。 M でもいいけど B ぐらいでたっぷり描きたいかも。有色インクのにじみもないですね。おお、バッチリです。なんかいいな。なんか紙って書き心地もあるけど触り心地も大事ですね。なんかいいなって。まあ廃盤の紙なのでちょっと気になった方は一つ持っておくのおすすめしたくなっちゃった。なんか紙触ったら完全に金菱と間違えて買ってきただけの紙なんですけど、でもちょっと書いてみたらちょっとおすすめでした。なんだろう、優しい気持ちになれる紙です。いや、いろいろあるな。ということで計算したわけじゃないんですけど、どちらも社長さんが後継の紙を作りたがっている紙でした。こっちはもう今までたくさん紹介しているので過去動画をチェックしてください。それではいよいよ次で最後の購入品紹介です。それでは東京インターナショナルペンション2023、最後の購入品はこちらです。ペンション限定販売の今年限定のインクと万年筆プレピーということで開封していきましょう。このパンプキンとこのタグも何気に可愛い、こちらプリント付きのプレピーです。あと入場するときにね、この最初に出したトートバッグとこのピンバッジも中に入ってました。可愛いです。ということでインク見ていきましょう。久々の登場です、インクマスカラ。今回本当にこれお買い物できてよかったです。
そして前半であのラメインクをね洗ったコップで次のインクを足してラメがちょっとね他のインク瓶に少し入っちゃったので、最後このインクポットに移してどれくらいでつけれるのか、それもちょっとねチェックしときます。事故は良くないこのねかぼちゃ色が可愛かったんですよ、サンプル見てて。なので楽しみです。これね全然いけそういけそう、さっきぐらいのちょっとのあれで全然いけますね。こうか、こうやって本来入れるのか、こんな感じでやってればいけるので、あのラメインクとラメインクじゃないもので遊びたい時とか同時に、そういう時はやっぱり分けてこうやって遊んだ方が危なくないラメ入りじゃないインクがラメ入りになっちゃうから混ざってね。これでいってみよう。はーい、はい、来ましたいいですね、いいですね、あ、バッチリですね。これくらい入れとけばバッチリバッチリ。かわいいこのインクこれちょっとすいません、早速なんですけどパンプキン入れちゃいたいと思います。わあ、やってしまった、空っぽカートリッジ。もったいないからこれも活用してしまおう。はい、すいませんすいません、色の病がすみません。プレピーでのみ許している他社インク入れ、いい感じいい感じ。はい、乾きました。可愛い色ですねこれもうちょっと暗いかな、これくらいの色ですかね。かぼちゃって感じなんかちょっと美味しそうでもあるこの辺これね早速プレピーに入れちゃったんですけど、めっちゃいい感じです。ここの色、ここの4本、これはちょっとテンション上がりますね。なんかイベントの思い出インクっていいですねこれはちょっと来年もこのインクすごい楽しみなのと、もったいながってね使わないのもやっぱりまたそれももったいないので、なんか来年までに使い終わる気持ちでたくさん使っていこうと思います。いやー、テンション楽しかったな。ということで最後まあまあ散らかったレイアウトですけどこのまま終わりにしたいと思います。ペンショーでたくさん楽しませてくださった出展者の皆様ありがとうございました。この動画を見て気になった方は来年のペンショー2024楽しみにしていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は東京インターナショナルペンショー2023購入品紹介後編でした。いや、前中後編と3部作になってしまいましたが、今回購入したいろんな文具や新商品、そして会場での楽しかった雰囲気もなんとなく伝わってたら嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。桜ブックマックスのひろみでした。